空戦魔導士候補生の教官は、諸星優による日本のライトノベル。イラストは、カンミ、ミキヒロが手掛けている。第24回後期ファンタジア大賞金賞受賞作。声は、ドラマ CD 版、アニメ版の声優。E601 招待 S128 特務招待10人、委員会その他の学生、民間人キルスキによると自分よりも強いとのこと。 月刊コミックアライブ2014年9月号より2016年9月号まで連載。原作、諸星優、作画、指導アリス、キャラクター原案、管理、ミキヒロ。ホブイリコーズ制作のドラマ CD が2014年11月20日に発売された。物語序盤の内容をドラマ化したものである。主題歌は、ビリーブ。同梱された、小冊子には12名の漫画家。 イラストレーターによる応援イラストが掲載されている。2014年7月、藤見書房による紹介ページでアニメ化企画が進行中であることが発表され、2015年7月より9月まで放送された。ありがとうございます。